福井正明は、日本の政治家。滋賀県高島市長。滋賀県阿戸川町出身。阿戸川町立厚見小学校。阿戸川町立阿戸川中学校。滋賀県立高島高等学校。立命館大学法学部卒業。1970年、阿戸川町役場に入庁。1972年、滋賀県庁に入庁。2003年4月。 市町村合併推進支援室長に就任。2005年1月1日、出身地のアドガー町は、牧野町、今津町、新浅日町、高島町、くつき村と合併支配し、高島市が誕生する。2012年3月、滋賀県庁を退職。同年4月、滋賀県病院事業庁長,長に就任。10月、同職を辞職。 2013年1月27日に行われた高島市長選挙に出馬し、現職の西川清次を破り初当選した。2月13日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数42,990人。最終投票率 72.14%2017 年1月29日に。 行われた高島市長選挙に出馬し、新人の熊谷桃を破り再選。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数42,619人、最終投票率 66.19%2021 年1月31日に行われた同選挙で元副市長の山口智之を破り参戦。当日有権者数 4582人最終投票率68.16%ありがとうございます。